皆さんこんにちは、ロンリーボイスセッションケニー木村でございます。今日のテーマはですね、Vlog とかブログとか日記とかっていう話なんですけれども、まあ世の中今もうこういう SNS 世代といいますか、もうブログも当たり前になってますよね。それの話をするとなんですけども、もともとやっぱり日記だと僕は思っています。SNS 特にやっぱりですね、おじさんなので Facebook がどうしても中心になっちゃう。で、若い子たちはね、インスタとか TikTok みたいな方に行くんだと思うんですけども、まあ、TikTok になるとなんか日記的な要素というよりは日々のアホな部分をこう切り取ってるっていう感じがしますが、まあインスタはどちらかというと写真のブログっていう感じでしょうかね。写真がメインで、 SNS になると、まあ写真も載るけれども、どちらかというとちょっと文章を長めっていうイメージがあります。で、おじさんたちはですね、どうしてもですね、いっぱい細かく書きたくなっちゃうんで、どうしてもそのまあ SNS の中でも Facebook を愛用するんだと思うんですけども、そもそも自分もですね、日記を書くようなこう習慣というかはもうないんですよ。やっぱ面倒くさがりだし、毎日そうやってコンスタントにやるってことがですね、不慣れというか不得意というかなんですね。だけどこう SNS、Facebook に時々投稿するのはまあありだろうというようなことで、割と比較的、なんかこう長期的に休みを取るということもなく、コンスタントにここまで何年ぐらいかな、もう10年以上になるんでしょうかね、Facebook みたいなことを始めてから、まあその前はミクシーなんてのもありましたけども、そういうのもひっくるめていくと結構長くコンスタントにやってるということなんですが、まあそれがもうはっきりと日記だよって言ったのがこうブログですよね。で、ちなみにブログはやってません。だけど Vlog、 まあこの実は番組もケニーの Vlog っていうサブタイトルがついてます。スタートしてまだそんなに時間も経ってないんですけども、こうやってビデオというかカメラに向かって日記的なことをつけていくっていうのは、まあある意味、これからの時代の、まあ、日記の形になるんじゃないのかな。一人喋りっていうのがそんなに、おかしなことではなくなる時代が、まあ、きっと来るだろうなというふうに思います。試しにですね、カメラを持って自分に、レンズを向けて一人喋りっていうのをやってみましたが、まああれはあれで恥ずかしいもんですけれども、だんだんそれが当たり前な世の中になっていくのかもしれません。皆さんもですね、どんな形でこの日記といいますかね、ブログ、SNS、まあ、もしかしたら Vlog をやってる方もいるかもしれませんけれども、いろんなことをこう試してみていただいてですね、自分自身のその、生きた歴史をつけていくのはですね、多分ですけど、年を取ってから、すごくこう楽しい時間を過ごせることなんじゃないのかなというふうに思いますし、もし皆さんがですね、偉大な、人物になった時はですね、そういった過去の記録がすごくこう周りの方から求められるというか、知りたがられるような情報の宝庫になると思いますので、まあ偉大な人物になる方もならない方もですね、試してみていただければというふうに思います。はい、今日はそんな話でした。ではまた。